部員の皆さん、こんにちは。お元気ですか？部長の丸尾です。今回は、加工でんぷんの危険性についてというテーマでお話をしたいと思います。これまでもこのチャンネルではたくさんの添加物を取り上げてきました。そして、この加工でんぷんについては、部員の方からもコメントでご質問があったんですよね。でんぷんって聞くと、なんか安全そうな感じがするかもしれませんが、全然そんなことないんですね。今回の内容もぜひ知っておいていただきたい内容です。今回の動画では、加工でんぷんとは何なのか、加工でんぷんの危険性、そして加工でんぷんの見分け方についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、ではまずこの加工でんぷんとは何なのかということなんですけど、でんぷん自体はですね、じゃがいもとかトウモロコシの入っている天然の 100% の成分なんですね。しかしこの加工でんぷんというのは、このでんぷんに化学的な加工を施すようによって機能を持たせた別のものになってきます。英語では modified starch と言って、これを直訳すると変性でんぷんってことなんですね。加工でんぷんと変性でんぷんって随分イメージ違いますよね。このね、言葉のイメージには騙されないようにしていただきたいです。でんぷんは天然のものですけども、この加工でんぷんは食品添加物になります。で、どういうものに入っているかっていうと、お菓子とかね、あと麺類とかタレとかソースっていった形で、結構ね、幅広い食べ物に入っています。で、何の目的で使われているかっていうと、とろみをつけたりだとか、あとサクサクしたような、そういう食感を持たせるといったような目的で使われています。で、どれぐらい取っているかっていうことなんですけど、ある試算ではですね、日本人は1日あたり約 8g の加工でんぷんを取っているというデータがあります。1日 8g ですからね、言ったら塩と同じぐらい日本人はの加工でんぷんを取っているってことなんですよ。年間に直すと約3キロもの加工でんぷんを摂取しているということで、そんなにとってね、大丈夫なのっていう安全性のところが気になりますよね。では次にこの加工でんぷんの危険性について見ていきましょう。一口に加工でんぷんといっても全部でね、11種類があるわけなんですけど、このうちですね、特に2種類が、問題になってきます。まずですね、ヒドロキシプロピルでんぷん。この名前はね、全然覚えなくていいです。覚えても意味がないっていうか、結局その何が使われているかってね、わからないんですけど、このヒドロキシプロピルでんぷんっていうのは、亜鉛とか鉄分とかいった、そのミネラルの吸収を邪魔してしまう、阻害してしまうということが確認されています。そしてもう一つが、これも長いんですが、ヒドロキシプロピル化リン酸過強でんぷん。はい、これも全然名前覚えなくていいんですけど、こっちの方はね、発がん性の疑いが持たれているっていうものなんですね。で、今お話しした2つの成分っていうのは、ヨーロッパではですね、幼児向けの食品には使用が禁止されています。もうね、ヨーロッパっていうのはこのチャンネルでも何度もお伝えしてますけど、食の安心安全に関しては世界一厳しい基準を持ってるんですね。そのヨーロッパがこの2つの成分は子供向けのものには使ってはいけないというふうに言っていますので、これ何にもね、悪いものじゃないっていうか、リスクがなかったらそんなことしないですよね。っていうことを考えると、やはりこの加工でんぷんですね、決して見過ごしていいものではない、やっぱり注意すべき添加物なんじゃないかなというふうに私は考えます。そしてね、このヨーロッパでは幼児向けの食品には使ってはいけないっていうふうになってるんですけど、日本ではね、残念ながらそういった規制がなくて、子供が口にするようなものにもやはり含まれてしまっていますので、これはね、注意する必要があるかと思います。ということで、こういうお話をね、すると加工でんぷん取りたくないよっていう方も多いと思うんですけど、じゃあ加工でんぷんね、どうやって見分けるかというお話を次にしていきたいと思います。はい、加工でんぷんの見分け方なんですけど、先ほどお話ししたように、日本ではね、この加工でんぷんは食品添加物扱いになっています。ということですので、以前のね、動画でも添加物の見分け方という動画を、初級、中級、上級という分けてお伝えをしましたが、そちらね、ぜひ見ていただきたいんですけど、しっかりね、食品の裏側の原材料欄を確認する。そうするとしっかりね、この加工でんぷんというふうに表示がされていますので、表示がされていたらそれは加工でんぷんが使われているものってことですね。で、そのね、そういった食品は避けるようにすれば、加工でんぷん避けることができます。
なんですけれども、一つね、例外がありまして、もうね、ほんと添加物ってこういう表示の例外だらけなんですけど、この加工澱粉もね、気をつけないと騙されてしまいます。それはどういうケースかっていうと、乳化剤としてこの加工澱粉が使われているパターンです。この加工澱粉はいろんなね、増粘剤とか、その目的によって使われ方があるんですけど、乳化剤として使われている場合っていうのは、一括表示と言って、この原材料欄を見ても乳化剤としか書いてありません。その乳化剤として使われている成分が何なのかまでは書かなくていいという風になっているんです。なのでその原材料欄を見た時にですね、乳化剤というのがあったら、もしかしたらそこに先ほどねお伝えした加工澱粉、そのヨーロッパでは幼児向けにね使用が禁止されているあの2つの成分が使われているかもしれないし、使われていないかもしれない。これはね、判断のしようがありません。ここはね、本当にあの精度をね改善していただきたいなっていうところなんですけど、まあ、現在のところではこれ見分けようがありませんので、まあ、方法としてはこの乳化剤と書いてあるものはまあ注意をするということになってきます。まあ、乳化剤自体ですね、過去の動画でもお伝えしますけど、その腸内細菌に対してね影響があるという報告もされていますので、まあこの加工澱粉が入っているかいないに関わらずですね、やはり乳化剤という添加物自体はちょっと気をつけた方がねいいと思います。ということで、今回は加工澱粉の危険性についてお伝えしたんですけど、まあ、私はね、あの別に過剰に不安を煽りたいというわけではないです。ただ今回のね、この動画の教訓といいますか、学びとしては、言葉の響きに騙されないということが挙げられるかと思います。やっぱりね、加工澱粉っていうとなんかそんなに悪くなさそうみたいなね、他のね、カタカナがいっぱい入ったような添加物から比べると、加工澱粉ちょっと言葉の響きも柔らかいし、そんなにね、澱粉だから悪いものじゃないんじゃないのっていうと、そうではないってことなんですね。添加物っていうのは本当にこういうものって他にもあって、例えば酵母エキスなんかも、なんかエキスって体に良さそうだし、酵母もね、なんか発酵だから良さそうみたいなイメージを持ちがちですが、酵母エキスもねやはり良くないという過去の動画でもお伝えしています通りですね、このなんとなくのイメージで判断しないこと、やはり物事の本質をしっかり知って、その上で食べるものを選んでいくと。あともう一つはこの加工品のリスク、どうしても加工品になると添加物がいろんなものが使われてしまいます。なのでなるべく加工品の摂取量を減らすこと、これがねやはりすごく大事です。そして加工品を選ぶ際はなるべく添加物が少ないものを選んでいくこと、それがですね自分自身と家族の健康を守るためにもつながりますし、ひいては日本の食環境を良くしていくことにもつながると思います。ぜひね、体喜ぶのみんなで賢い選択をしていきましょう。このチャンネルでは最高の体調を目指すあなたへ役立つ情報を配信しております。ぜひまだの方はチャンネル登録ボタンを押して体喜ぶに加わってください。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら、ごきげんよう。